はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。はい、前回の続きというかね、また連続なんですが、はい、ボス戦ということで切ったんで、はい、今回はボスかわかんないですけど挑みたいと思います。よっしゃ、行くぞー。おい、いきなりそれでお出迎えとか困るわ。グエープ、お前がネスか、お前がネスか、すいません。そうか、ゴゲお前がギーグ様を倒すと予言があったらしいぞ。ゲハ、笑わせるな、こんなクソったれよ。ギーグ様が少しでも恐れているとしたら、おい、もういらんわ、ゲップ。世の中、鬼も悪魔もないものか。ゲヒヒヒヒヒ。俺様が今から最悪の戦いでお前を始末してやんよ。グッ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 。ヘドまみれになって苦しめ。もういらんわ。ゴゲ。さあ、来い。はい、ここではですね、このグッズのハエミツを使います。じゃないと、このボスのゲープは、ゲップは HP が無限にあるので、はい、ということで使っていきましょうかね。いやー、気持ち悪い。やって困る。大丈夫か、ちゃんと使ってるか俺。うわ、めっちゃ暗っ。効果なかった。ボスに効果ないんこれ、もしかして。怖い。よし。うわ、怖っ。何もできひんやったらちょっと全部回復させよう。回復させよう。むさぼっているって書いてあった今。よしこたーよしこたーって来たを噛むなみたいなね。やった、めっちゃくれる。26オフェンス3、やった。 IQ1 ラック1サイト33フォーラン23 211222。上がり悪くない？HP 3。もう、めっちゃ、ジェフ、冷や汗かいてる。グーグー、ゲーゲ。俺との戦いは、事実上引き分けってことだな。お前、ちょっと待てよ。引き分けってどっからどうなって引き分けなんねん。ゲープ。だが、ギーグ様が周到に仕掛けた。いらんわ。マニマニの悪魔のせいで大都会フォーサイドはゲロゲロ以上のひどいことになるはずさ。ゲップ、苦しみに行くがいいさ。ゲボ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 ゲロープ。困る。ヒーリングアルファで治るんかな。いやマジでベータは、よし、ベータナイス。いやー、困るな。よいしょ。おー、土星さん逃げてったよ、ゲップ。よかった、ポエン。えっ、おー、じゃあ今から追いかけよう。土星さん、くたびれたですか。そうですか。ゲップ、ゲロゲロの匂いがプーン。なんだ。おー、ここに来るのか。温泉に入って体についたゲロを落とせ。おお、ありがとう。温泉ゆっくりしろ。ありがとう。わーい、はしご長くした温泉に来られた。やったね。まあ HP、 PP は回復しないんですね。コーヒーを飲んでってください。はいですか、いいですか。はい、どうぞです。なにこれ。思えば遠く来たものだ、ネス。君がこの長く曲がりくねった冒険の旅路を歩むようになったのは、あの最悪の隣人ポーキーのノックの音がきっかけだった。
しかし君は歩き続け、考え続け、戦い続けてきた。勇気を失わず、何度も傷つきながら確実に強くなってきた。それにもう君は一人じゃない。可愛くて優しいしっかり者のポーラがいる。運命に引き寄せられるように遠い国から駆けつけてくれた気弱だが切れ者のジェフもいる。どうやらです、君は何かとても大きな運命を背負った少年のようだ。これから先の旅も今まで以上に長く苦しいものになるだろう。でも君なら大丈夫だ。正しいものと正しくないものとがいて、それが戦ったとして正しいものが負けると君は思うかね。決して失ってはならないもの、それは勇気だ。勇気は最後の勝利を信じることから生まれる。苦しいことも辛いこともまだまだたくさんあるだろうが、そんなことを楽しむくらいのユーモアも持っているのが君たちだ。コーヒーを飲み終えたらまた冒険は始まる。広大な砂漠を抜けて大都会フォーサイドへと君たちは向かう。ネス、ポーラ、ジェフ、君たちにいつも女神の歌、幸運の女神が微笑みかけてくれるように。何これ何。コーヒーって素晴らしいんだね。なわけあるかい。びっくりするわ。おかげさまでランランランだ。みんな帰ってきたよ。ブー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 。はい、ということでね、今回はこの辺でセーブして終わりたいと思います。さあセーブ場所まで行きましょうかね。いやでも無事にねボス倒せてよかったですね、また装備じゃあ道具整理しとかな。ふう、なんか作ってくれないかな。ですよね。よし終わろう。はい、ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。相変わらずなままだった。$3,595もすげえな。めっちゃ高い。記録する。はい、では今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。